ここからはニューヨークのスタジオからこの1週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えしますアメリカの国土安全保障長官を弾劾訴追国境問題が泥沼化する様相を見せています 11歳の女の子が見知らぬ男に誘拐されそうになる瞬間映像。女の子が撮った行動とは。はじめに、ソーシャルメディア企業のトップらが連邦議会の公聴会に召喚され、議員がソーシャルメディアがもたらす子どもへの悪影響について厳しく問いただしました。メタのマーク・ザッカーバーグ CEO は。 傍聴した家族らに対し謝罪の言葉を述べました先月三十一日水曜日連邦上院司法委員会はアメリカの五つのソーシャルメディア会社の最高経営責任者らを召喚し彼らに対して若いユーザーを保護できなかったとして非難しましたお手の血があるお手の物があるお手の物があるお手の物がある 公聴会に出席したのは Facebook などを運営するメタ社のマーク・ザッカーバーグ氏そして元ツイッターの X、TikTok、Snap、Discord の SNS 大手5社の責任者らその後ろの傍聴席を埋め尽くしたのは SNS が原因で子どもの命を失うなど被害に遭った家族らが集まりました公聴会では議員の一人が ザッカーバーグ氏に対し家族に謝罪するよう促しました。 5社のトップたちは自社の SNS で新しい保護ツールを強化していることを強調子どもたちを危害や違法コンテンツから守りながらもオンラインコミュニケーションを管理できると主張しています。We strongly encourage parents to use the 対策強化を主張する5社トップに対して議員からは SNS 自体の規制を厳しくする法案も出ていますが議会内の同意に至っていません。息子が SNS ででのトラブルで自殺した父親は、 メキシコからの不法移民の増加に伴い、国境をめぐる問題が日増しに大きくなっていく中。下院では共和党が指導する委員会で、先月三十日火曜日。マヨルカス国土安全保障長官の弾劾訴追案を可決しました。下院の国土安全保障委員会は、メキシコ国境からの不法移民流入の急増に対応できていないとして。 マヨルカス国土安全保障長官に対する弾劾訴追の決議案を賛成多数で可決しましたマヨルカス長官は文書で告発は根拠がなく不正確である 共和党の告発で動揺したり方針を変えたりはしないと反論しています ABC ニュースでは弾劾決議案は民主党が過半数の上院を通過する見込みはないが国境移民問題に明確な対策を示せていないバイデン政権には至れとなると伝えています寛容な移民政策を掲げてきたバイデン大統領ですが先月27日国境管理強化に向けて 超党派で議論されている法案について述べこの法案が通れば一時的にメキシコ国境を閉鎖する考えがあることを明らかにしました。Today, right、一方、不法移民国境問題はトランプ前大統領が 今年の大統領選の戦いに向けて、対戦相手になると見られるバイデン大統領の弱点として、最大の争点として掲げてきたこともあり、出されている超党派の合意案を強く批判しています。 国境問題に対するバイデン大統領の方針転換とも言える発言は、トランプ氏との大統領選を見据えて先手を取ったものとも言われていて、こういった動きに批判的な見方も出ています。次です。さまざまなイノベーション企業を経営する実業家、イーロン・マスク氏が設立した医療ベンチャー企業が、世界で初めて人間の脳に、 チップを移植したと発表しました医療テクノロジーの革新的な技術に大きな注目が集まっています先月29日月曜日イーロン・マスク氏が設立した医療ベンチャー企業ニューラリンクが人の脳にチップを移植する医療機器の臨床試験を開始したことを明らかにしましたマスク氏は SNSX に患者の 術後のの経経過は順調で脳神経の反応が見られると投稿しましまたこの脳チップは脳の神経細胞の動きを記録・送信し脳で念じたとおりにスマートフォンなどを自由に操作しけがや病気で手足が麻痺した患者などのコミュニケーション手段として使用できるよう開発されました。脊髄損傷や ALS ・ 筋萎縮性側索硬化症などの難病にも効果が期待されています changer, ニューラリンク社は数年前から動物での実験を繰り返し去年5月に FDA ・食品薬品局から人体での治験を行うことを承認されましたこの動物実験では 脳神経への電気的な刺激によってどの部位が動くかの実験を行っていますこの猿は埋め込まれたチップによって脳からの指令でゲームを操作することに成功したとされていますマスク氏は最初の人間のユーザーは手足の機能を失った人になるとしていてその後についてはホーキング博士がタイピストや 競売ディーラーよりも早くコミュニケーションできると想像してみてくださいそれが目標ですと投稿していますニューラリンク社以外にもこういった脳神経に刺激を加え治療する医療研究は盛んに行われており事故で体が麻痺したこの男性は 脳と脊髄に埋め込まれた電子機器のインプラントのおかげで再び歩けるようになりました神経麻痺で声を失ったこの女性は脳でコントロールされるアバターで再び夫と会話することができました 学校に行く途中の11歳の少女が白昼堂々、男に誘拐されそうになる瞬間を捉えた映像です。男には前科がありました。アリゾナ州フェニックス近郊にある町の防犯カメラ映像です。先月26日金曜日朝8時前、11歳の女の子が家から学校に向かい歩いていたところ、 男が突然車から降りて女の子の腕を掴もうとしますこの女の子の的確な証言でジョゼフ・ルイーズ37歳が事件から間もなく誘拐未遂で逮捕されました other,、so、裁判所の書類によりますと女の子は家を出た時に不気味な顔で見ていた男を確認女の子が走って学校に向かうと ルイーズ容疑者は車を停めて出てきて女の子につかみかかったということです警察はルイーズ容疑者がこの映像と同じ服装で同じ車に乗っているのを見つけ逮捕しました like, years,、like、ルイーズ容疑者には前科があり2013年に母親の首をナイフで刺し果重暴行罪で有罪となっています

若者に絶大な人気を誇る歌詞のテイラー・ストさん。ネットで AI が作成したものとみられるスウィフトさんの偽画像などが出回り SNS 各社が動画を削除するなど大きな騒動になっていますが世間の興味をよそに本人の最大の関心は恋愛だとアメリカのメディアは伝えています。 人気歌手テイラー・スウィフトさん34歳のディープフェイクと呼ばれる合成された性的な偽画像が SNSX で拡散し X は先月29日までにスウィフトさんの名前で検索できないようにし他のソーシャルメディアでも同様に閲覧できないような措置を取りました。この偽画像は生成 AI を使って作られれたとされ ネット上ではスウィフトさんの若者への影響力から今年の大統領選で若者の投票率を操作するため政治的に仕掛けられたと噂されていますしかし芸能メディアのほとんどはスウィフトさん本人の今最大の関心事は恋人が出場するアメリカンフットボールの頂上決戦スーパーボールを生で見られるかだと伝えています スイフトさんは現在 NFL カンザスシティチーフスのトラビス・ケルシー選手と交際中この映像も先月28日日曜日にチーフスがスーパーボールに進出を決めた試合でケルシー選手とフィールドで喜び合うスイフトさんの姿ですスイフトさん、今月11日に行われるスーパーボールの前日は なんと日本の東京ドームで4夜連続公演の最終日メディアの予想ではこの日の夜にアメリカにとんぼ帰りしラスベガスで開かれるスーパーボールを観戦する可能性が高いとされていますスウィストさんのディープフェイク画像ですが SNSX が対応するまで4700万回もシェアされてしまいました ある調査会社では、こうしたネット上での性的な偽画像は急激に増加しており、主に女性や子どもが被害に遭っているとしています。これを性的虐待に値するとして、早急な法規制強化を求めています。さて、バレンタインが近づき、思い出に残る告白やプロポーズを計画している方もいるのではないでしょうか。 お父さんが練りに練った計画が思わぬ方向に一歳半の娘ケンダルちゃんがシャッターチャンスを独り占めですミシガン州の海岸で若い家族が記念撮影実はこれスペシャルな瞬間をカメラに収めるためのお父さんの計画なんですママの子の子をお父さんの質問を教えてください <laughs> 付き合ってもう6年になる2人でも正式なプロポーズはまだでした片膝をつくお父さんお母さんは驚いて喜びの悲鳴をあげますでもこの瞬間を撮ろうとお父さんが仕掛けたカメラにケンダルちゃんが近づいて目の前に座り込んでしまいます 2人の姿は見えませんが、答えはイエスだったようです。喜びに包まれた2人の笑顔です。<laughs> この映像が SNS で話題となりお父さんは完璧な瞬間を撮ろうと何ヶ月も計画しても予期せぬ出来事が予想を何十倍も上回る素敵な思い出にしてくれるものだとコメントしていますそして結婚式ではケンダルちゃんが式場に花びらをまくフラワーガールになりここでも来場者の注目を独り占めにしたということです。 それでは、今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れです。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ごきげんよう。